さて、大阪市と沢村シスコ氏の姉妹都市は60年の歴史があります。一昨日の本会議で、大阪市議会での自民党の行動が国益をですね損ねかねないものだという趣旨の発言がありました。えー、私は大阪市会議員16年務めさせていただき、大阪の自民党の一員として、まあ、今回、印象操作された内容に非常に悔しい思いで議場におりました。 国益を守ることが議員の一番の使命であり、私を含め、大阪の自民党はそのことを負けた行動を決してしておりません。大阪市議会においては本年。